バイオリンの聖地イタリア・クレモナ、バイオリン作りの天才ストラディヴァリの像が立っています。その伝統は今も多くの職人たちによって受け継がれています。22年前からクレモナに暮らす松下俊幸さん47歳、ストラディヴァリの楽器制作の秘訣を追求し独自のバイオリン作りに生かしてきました。去年の12月にパリで開かれた国際コンクールでも松下さんの作品は高い評価を得るなど現代の弦楽器職人を代表する一人になっています。ストラディヴァリを超えたい、松下さんの魂のバイオリン作りを追います。イタリアのミラノから南東におよそ80キロに位置するクレモナ。人口およそ8万、ルネサンス時代の面影を色濃く残している町です。クレモナでの弦楽器の製作はアンドレア・アマティによって1500年代から始まりました。町の中にはおよそ120名のバイオリン職人が工房を持ち、アマティから始まった弦楽器作りの伝統を守り続けています。クレモナが生んだ偉大なバイオリン製作者アントニオ・ストラディヴァリ、17世紀中頃に登場し、彼が作った名器の数々はストラディヴァリウスの名で広く世界に知られています。ストラディヴァリによって弦楽器の製作技術が革命的な発展を遂げました。ストラディヴァリの作品や設計図などが博物館に大切に保存されています。ストラディヴァリが作ったバイオリンはおよそ1000丁。その後300年経った今もストラディヴァリの作品を超えるものは生まれていないと言われています。クレモナの視聴者にはストラディヴァリの作品が展示されています。作品名クレモネーゼ。1715年ストラディヴァリが制作した現代に残る至高のバイオリンの一つです。バイオリンは毎日管理責任者によって演奏されます。使わないで置いておくだけだと材質が硬くなって音の響きが悪くなるからです。クレモナの中心地に松下さんの工房があります。ストラディヴァリの技術に魅せられた松下さんはクレモナに22年前に移り住んで以来、ひたすら弦楽器の制作に取り組んできました。音の響きの素晴らしさ、形の美しさなどあらゆる面で弦楽器の頂点を極めているストラディヴァリ。しかし作られてから300年経った現在、そろそろ寿命が近づいてきているのではないかと松下さんは考えています。今こそ自分の手によってストラディヴァリを超える作品を生み出したいと1987年ここに工房を構えました。
10年ほど前から設計図や製作過程、材料となる木やニスなどストラディバリのすべてを追い求めてきました。バイオリン作りは材木探しから始まります。イタリアアルプスのふもと、ドロミテ渓谷。その中にあるパーネベッチョ国立公園は昔のままの自然が守られています。この森が300年前にストラディバリが見出したのと同じ高い品質の材料の木を育んでいるのです。音楽の木とも呼ばれる赤もみの木です。この木からバイオリンの響きを決める表板の部分が作られます。この森は標高が高く冬の寒さが厳しいため、木はなかなか成長しません。十分な大きさに育つまでにおよそ200年かかります。さらに丁寧に枝打ちし、節をなくすことできめ細かく整った木目が作られていきます。Ecco, non hai i rami, non ci sono rami. Questo. Perfetto. Quasi perfetta. Kanari kanpeki ni shikai. E poi là c'è un'altra fundae. Mo isatsu sono saki ni aru rashii desu. Hoshii desu ne, kore ne. Kaimasu ka? Quanto vale il fatto di picchiarle per sapere? Niente. Matsushita-san wa maitoshi mori ni ashi o hakobi, zairyou tonaru ki ga sodatsu kankyou o自分の目で確かめています。ストラディバリと同じ質の材料を手に入れるためには、土に含まれる養分や川の水質まで気を配らなければならないと松下さんは考えています。毎年この森ではおよそ8000本の赤もみが伐採されます。バイオリンの材料となるのはそのごく一部です。柔らかさ、弾力性、年輪が詰まっていてかつ軽いこと、こうした厳しい条件を満たす素材を使うことでクレモナの伝統が守られてきたのです。僕にとってバイオリンっていうのは終わりがないっていうことですね。その奥は深いっていうことです。で、そのゆえんっていうのもその結局伝統がある、その昔から伝わる、そういう何百年も伝わったそういう歴史がある、それが今のバイオリンっていう形になってるわけですから、そのできたそのものバイオリンに対しての魅力っていうよりも、そのバイオリンに含まれたやっぱり人間の歴史ですね。やっぱりそれに惹かれるんだと思うんですね。それにはやっぱりストラディバリっていう人間がいて、アマティっていう人間がいて、そういう人間の手によって自然の木を細工されて、それが音楽制作者の手によってその完成される、楽器が完成される、でそれをまた今度演奏家によってそれを演奏される、だからこのつながり、その魅力でしょうね。ですからやっぱりそのバイオリンの一つのその箱の中にはいろんな意味で伝統なり、その人間のその技術が詰まっていっぱい詰まってるっていうですね。それに多分惹かれてるんだと思います。ストラディバリの音を生んできたパーネベッチョの森は、今また新しいバイオリンの音を響かせようとしています。松下さんが新たにバイオリン作りに取り掛かりました。まず使う木を選びます。工房には製材された木を寝かせておく棚があります。良い音を響かせるバイオリンを作るには、長く寝かせた木ほど良いと言います。寝かせた期間が長いほど材木が乾燥していて、バイオリンになった後の狂いが生じにくいという良さがあります。松下さんは15年寝かせた木を選びました。バイオリンの表側の板には
弦の振動を伝える柔らかい赤もみの木。それ以外の部分は音の振動を跳ね返す力が強い硬い楓の木を使います。材料を決めたら、次にバイオリンの胴体部分の型を決めます。今使っている型も実際のストラディバリのバイオリンに基づいたものです。今回、新しく始めるバイオリンのための型ですね。P モデルといって、ストラディバリが最初に作ったプリモっていう意味なんですけども、モデル、モデロ P っていうふうに言われてます。1703年に作られた型です。ストラディバリのバイオリンには3つの型があります。松下さんはその中でも P モデルと呼ばれるものが一番バランスがよく素晴らしい音質が得られると考えています。ストラディバリの木型を参考に独自に構造計算を行い、限りなく P モデルに近い型を作り、それを使っています。松下さんは大学卒業後、25歳の時にクレモナにやってきて、バイオリン作りを一から学びました。1957年、兵庫県中部の朝子町で生まれた松下さんは、バイオリンを弾いていた叔父を見て、子供の頃からバイオリン作りが夢でした。クレモナでの最初の1年は、バイオリン職人に弟子入りし、その後の1年間は、国立クレモナ国際弦楽器製作学校に通いました。自分で工房を構えてからは、数々のバイオリン製作コンクールで入賞し、今ではクレモナを代表するバイオリン製作者の一人となりました。松下さんは年に5丁ほどのバイオリンを作ります。1丁およそ250万円で取引先に渡されます。新しいバイオリン作りが始まって3日目、工房では形が整えられた裏側の板の粗削りが始まりました。バイオリンの裏側の板の厚さは縁の方が4ミリ、そして真ん中に向かって徐々に厚くなっていき、中央部の厚さは5ミリから 5.5 ミリです。こうした板の厚さの変化を滑らかに、そして正確に出さなければなりません。同じ楓の木でも硬いものや柔らかいものがあり、一丁一丁力の入れ方やのみの使い方が違います。粗削りで失敗してしまうと、バイオリンから良い音は生まれません。それだけに磨き抜かれた職人の技と感性が求められます。粗削りの次はカンナ掛けです。松下さんが使うカンナは刃の幅5ミリしかありません。道具がこれだけ小さくなると、木の性質が直接手に伝わってきて、その木が奏でる音を想像することができるといいます。一つ一つの工程が良い音を生み出すための重要な作業なのです。クレモナの南を流れるポー川、豊かな自然に囲まれたこの川の岸辺に、ストラディバリの名器を生み出す秘密の一つがあります。
松下さんはここでトクサという植物を採っています。ストラディヴァリの時代には楽器の表面を磨くのに紙やすりなどは存在しませんでした。ストラディヴァリの時代に使われたものをそのまま使おうというのです。トクサは工房で1年間乾燥させます。茎の凹凸によってバイオリンの表面が磨かれていきます。いくら目の細かい紙やすりを使用しても見えない傷が残り音の響きに悪い影響を与えると松下さんは言います。トクサの凹凸は木の表面を薄く削り取るカンナがけと同じ効果があります。木には細かい傷もつかず光沢と艶を与えていきます。松下さんは手間をかけても特茶で磨くことがストラディヴァリの音に近づく一歩だと信じています。一日の仕事を終えた松下さんがほっと一息つくのが町の小さな居酒屋です。毎週木曜日ここに集まってくるのは松下さんと同じバイオリン職人の仲間たちです。みんなのお目当ては週に一度の特別メニュー手作りのコロッケ。松下さんは修行時代からずっとこの店に通い続けてきました。この名物コロッケを頬張ると仕事で張り詰めていた気持ちが癒されると言います。仲間の一人が1965年に作られたバイオリンを持ってきていました。早速演奏が始まります。松下さんはほんの少し音がおかしいことに気がつきました。調整をした方がいいと考えた松下さん、道具を探しに行きます。店の厨房から借りてきたのはスプーンでした。これを使って早速調整を始めました。バイオリンの中には昆虫と呼ばれる小さな木の部品が取り付けられています。昆虫はバイオリンの音を決める大切な部分。その位置をスプーンを使って微妙に動かして音を調整します。松下さんの手でバイオリンは本来の音を取り戻しました。
da lì, da lì, lì. Chiamate Mario, 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 Mario. この店の経営者のマリオさん、松下さんにとっては苦しかった修行時代から支えてくれた大切な友人です。マリオはここのオーナーで、で我々学生の時にお金のない時にワインを払うお金なくない時も彼はおごってくれるんですよ。それを彼は分かってくれて、うん、優しいオーナーなんですよ。È una persona simpatica, molto aperta, gentile, e mi porta lustro al locale.クレモナの街に柔らかい秋の日差しが注ぎます。街の中心にある公園にはストラディヴァリの墓があります。1640年代に生まれたストラディヴァリは亡くなるまでクレモナをこよなく愛し続けました。松下さんのバイオリン制作は佳境に入っていました。バイオリンの顔とも言われる F 字工の制作です。アルファベットの F の字に似た F 字工はその位置や形のわずかな違いでバイオリンの音色が大きく変わる重要な部分です。松下さんはストラディヴァリが残した設計図をもとにF 字工の位置を決めます。しかし設計図にはどんな計算に基づいてストラディヴァリが F 字工の位置を決めたかまでは書かれていません。手作りのバイオリンは表面の膨らみが一丁ごとに微妙に違っています。そのため平面に書かれた設計図の F 字工をただ写し取るだけでは不十分です。実際のバイオリンの形に合わせてストラディヴァリがやっていたように F 字工の位置や形を修正しなければストラディヴァリの音に迫ることはできないのです。松下さんは残された設計図と実物のストラディヴァリの作品との関係を研究し正しい位置に F 字工をデザインする方法を見出すことができたといいます。それはバイオリンの縦の長さと横の長さの比率でした。そこからある一定の法則を松下さんは発見し F 字工の正しい位置を数値的に導けるようになったのです。ストラディヴァリのバイオリンに隠された数々の秘密、松下さんのバイオリン作りはその秘密を一つ一つ解き明かすことでもあるのです。やはりストラディヴァリにより近づきたい、ストラディヴァリを超えたい、やっぱり僕のその野心ですね、望みですね。だからそれに変えるしかないわけですよ。いくらどんどん新しいものを取り入れても未だにストラダルを超えるその制作者は生まれてない。だその結果から見てもやはりそのストラディヴァリに近づくにはまずストラディヴァリのやり方をまず自分の手で自分の目で見てまずやってみること、そこから始まらないと結局ストラディヴァリにも近づけないし越すこともできないでしょうね。秋も深まり、クレモナの町に深い霧が立ち込めるようになりました。クレモナには今も徒弟制度が生きています。松下さんは年に数回、かつて修行した師匠のステファノ・コーニャさんの工房を訪ねます。
師匠の工房にいた当時のバイオリン作りに対するみずみずしい気持ちを忘れないためです。松下さんがクレモナに来た時、初めて門を叩いたのがこの工房でした。二度三度とコーニャさんを訪ね、弟子にしてもらい、バイオリン作りの基礎を学んだのです。全然変わってないですね。もうここは30年変わってないんじゃないですかね。だから僕は22年の時と全然変わってないですね。このポスターもこれもみんな道具までそのままですね。このポジションまで一緒ですね、これ。ノナマイカンビアと。ズゴールビアケクエス。コーニャさんは今年59歳。自分の作品を作り上げる喜びとともに、弟子の成長も自分を幸せにしてくれるといいます。コーニャさん、松下さんともに、クレモナの伝統を受け継ぐバイオリン作りを身につけるには、徒弟制度によって体で覚える部分が多いといいます。何かを伝える、何かを教えるということの意味は、多分年を取るとともに感じていくことだと思います。人間まだ若い時はそんなことを考えもしません。ある年齢に達して初めて自分が知っている何かを伝えることが当たり前の気持ちになります。工房の場合は教え方が違います。ここでは作業を通して理論に至ります。理論が先で後に実践があるわけじゃないんです。伝統工芸の工房では、そこが学校とは反対です。私たちはまず仕事をして、それからなぜそうしたかを説明するんです。松下さんのもとには今一人の日本人が弟子入りしています。堤一郎さん、33歳。5年前にバイオリン職人を目指して日本を飛び出しました。伝統技術の繊細さを正確に伝えるため、指導はすべてイタリア語です。クレモナの伝統がいかに大事かを熱く説く松下さん。弟子の堤さんはバイオリン職人としての松下さんの強い個性を感じ、学び取ろうとしています。ちょうどマエストロが日本で個展をされたんですよ。でその時に招待状をもらって行きまして、でそこで初めてマエストロの楽器を見た時に、その衝撃を受けたというか、今まで自分が見てきたそのクレモナの楽器、イタリアの楽器とは全然違う、その個性的で、その作りとかはそのイタリアのスタイルなんですけども、もっとさらに自分の個性が出てるということで、もうあこの人なんだなということで。秋が深まるとクレモナの街は霧に包まれ、雨の日も多くなります。制作開始からおよそ3ヶ月、バイオリンの形が出来上がりました。松下さんが塗っているのは独自に調合した湿気を防ぐ目止め剤です。仕上げのニスを塗る前に目止め剤で下地を整えます。秋から冬にかけて雨が多いクレモナは、本来バイオリンの製作に向いている環境ではありません。湿気が多いと木材はダメージを受けてしまうからです。ストラディヴァリの時代、この町で偉大なバイオリンが生み出されたのはなぜか。その理由は、当時の職人たちが木材を保護するために目止め剤を使っていたからだ。
この目留め材こそがストラディバリの音色を生み出す隠された秘密だったと松下さんは考えました。松下さんはさまざまな文献やレンガの壁に塗る湿気止めを調べたりして独自の目止め剤を作り上げました。クレモナにはストラディバリの時代の薬品を扱っている店があります。松下さんは薬局を訪れました。ストラディバリの美しい音色を生み出す最後の決め手はニスと言われています。この店に当時のニスの原料を求めに来たのです。1734年に書かれたファルマコペアという本には当時売られていた薬品や調合の方法が書かれています。中でも松下さんにとって重要なのがニスの原料となる西洋茜や樹脂が売られていた記録があることです。ストラディバリはバイオリン製作のほとんど全てにわたって記録を取っていますがニスのことについては何も残していません。松下さんはクレモナに残る当時の文献を頼りに原料を購入し独自にニスを作っています。松下さんはストラディバリのニスの解明に15年以上の歳月を費やしました。さまざまな文献を探りある日1500年代の処方箋が記された本を見つけました。そこに書かれていた西洋茜から抽出されるアリザリンという物質がストラディバリのニスの顔料であると確信したのです。ニスの調合が始まりました。アリザリンに数種類の顔料を加えるとクレモナ伝統の赤みがかった色が生まれます。松下さんは調合した顔料を溶かす油にラベンダー油を使用します。ラベンダー油はより透明感が出るということに気づいたからです。さらに朝から取れるアマニ油と樹脂を混ぜたものを加えて松下さん独自のニスの完成です。松下さんはこれまでニスの実験で多くのバイオリンをダメにしました。しかしストラディバリの大きな秘密であるニスに迫ろうという執念がついに自分だけのニスを生んだのでした。松下さんが調合したニスが木目に沿って丁寧に塗られます。現在バイオリンに塗られるニスはアルコールニスとオイルニスがあります。アルコールニスは揮発性が高いため簡単に乾き仕上がりも早いといいます。しかし松下さんは13年前からオイルニスを調合して使用しています。ニスは本来バイオリンに使われる木を保護する目的で塗られるものです。しかしアルコールニスは水分を吸収するため湿度の高いクレモナでは適さないと松下さんは言います。オイルニスは
一度塗ると乾くまでに 2,3 日かかります。松下さんは通常15回から20回ほどニスを塗るためおよそ2ヶ月が必要です。良いバイオリンを作るには時間がかかります。ストラディヴァリ のニスっていうのはもう明らかにそのアリザリン、それは間違いないですね。だからあの色っていうのはアリザリンでしか出ないんですよ。ルビー色、本当にもう赤くその燃えるような色ですか、我々ルビー色って言うんですけども、あの色は本当にアリザリンでしか出ない色です。ですからこれはもう明らかですね。やっぱり素晴らしいんですよね、ストラディヴァリのニスっていうのは。やはり素晴らしいニスを作るにはやはり自分もアリザリンを作るしかない、オイルニスを作るしかないっていうことですね。クレモナの町には松下さんにとってかけがえのない演奏家の友人がいます。チェロ奏者ファウスト・ソールチさん。愛用のチェロは14年前に松下さんが制作したものです。当時技術は高く評価されていながら、松下さんの作る楽器はほとんど売れませんでした。失意のどん底にあった松下さんに初めて楽器を注文してくれたのがクレモナを代表する名チェリストのソールチさんでした。以来ソールチさんはこのチェロを愛用し、毎月一度松下さんを自宅に呼んで入念な調整を依頼しています。このチェロは最高だ、クレモナの伝統がここにある、ソールチさんの称賛の言葉はいつも松下さんに限りない自信を与えてくれました。1ミリメートルでピュー、poi se così ancora non è potenza questa, però devo tirare. Vuoi che tiro? 楽器は年月の経過とともに状態が変化し、音が変わっていきます。こうして昆虫を微調整することで最高の音を二人で探り当てていきます。Ancora pochettino, sì. Pochettino, pochettino vorrei ancora di.初めて自分の楽器を音出した時と、あとその自分の楽器が演奏家の手に渡って、それが初めて、演奏会コンサートで、弾かれて、それを自分で聴いた時っていうのは、まあ何て言うんですか、何とも言えない不安な気持ちはいつもありますね。やはり、自分が実際舞台に立ってるようなドキドキした気分と、まあそうですね、我が子がやはり舞台に立って試されてるっていうような心境ですね。楽器もやはり生きてるわけですよ、人間の体と同じように。ですからやはり気候の変化だとか、あとは1年2年経つごとにやはり楽器、木がやはり変化していくわけですね。だからニスの変化もあるし、当然木の膨らみ振動することによってその変化していく。そうするとやはり、昆虫の位置をが以前の昆虫の位置じゃもうダメになるわけですね。でそれを常にその移動していかなきゃいけない。でやはり人間の体の健康と一緒で、常にいい状態だと思っても決してそれはいい状態じゃない場合があるわけです。常に楽器も成長していることにその調整していかなきゃいけない。そのぐらいやはり大事なことなんです。
クレモナに本格的な冬が到来しました。この時期、松下さんは12月に開かれる世界三大コンクールの一つ、パリ国際弦楽器製作者コンクールに出品するバイオリンの仕上げに取り組んでいました。音の質や響きを左右する昆虫を取り付けます。7ヶ月かけて作ってきたバイオリンです。昆虫は直径およそ6ミリ、長さおよそ 5.5 センチのたった1本の赤もみの木。この昆虫が弦の振動をバイオリン全体に伝え、大きな音を響かせるのです。昆虫の位置は一丁一丁のバイオリンによって微妙に違います。最も良い位置を見つけるには、長年の経験に加え、バイオリンに使われている木の性質を見抜く力が必要です。昆虫の作業が終了したら、バイオリンに弦が張られます。そして駒を取り付けます。この駒が弦の振動をバイオリンの表板に伝えます。弦の調整を行い、昆虫の位置、駒の高さ、ニスの色などバイオリン本体のすべてをチェックしていきます。完成です。松下さんはこのバイオリンに加えて、やはり7ヶ月がかりで作り上げたビオラをパリ国際弦楽器製作者コンクールに出品します。コンクールまであと数日と迫りました。この日、町の友人たちが集まって松下さんの壮行会を開いてくれます。松下さんは感謝の気持ちを込めて友人たちに日本料理を振る舞おうと買い出しにやってきました。行きつけの魚屋で、クレモナではめったにお目にかかれない食材を発見しました。本マグロですよ、今日は。これが入ってます。すごいですよ。見てください。なかなか入ってこないんですよ、こういうのは。フレッシュです。会場のレストランの厨房に食材を持ち込んで、早速調理にかかります。メニューはマグロの刺身と天ぷらそばに決めました。ダメだダメだ、集まったのは楽器職人とその仲間たち。天ぷらそばを食べるのは初めてです。
一流の楽器職人を夢見てクレモナにやってきた松下さん。22年が経ちました。今松下さんの周りにはクレモナを代表する楽器の作り手に期待する町の人々の輪が生まれています。12月に入ると松下さんはコンクールに出品する楽器の最後の調整に取り組んでいました。演奏するのはアントニオ・ディ・ロレンツさん。この町の財産であるストラディバリをはじめとした名器を毎日演奏し、楽器の状態を保つ仕事をしています。ロレンツォさんの耳の確かさは折り紙付きです。ついに完璧な音にたどり着きました。私たちの時代に残っているストラディバリのバイオリンについて考えますと、例えば視聴者で見たバイオリンは280年以上前に作られたものです。作られたばかりの時も間違いなくとても良い音がしていたでしょう。そして時が経ち、木が古くなったことがバイオリンが熟成した音を出すために非常に重要で根本的な役割を果たしました。同じようにこのバイオリンは100年後、200年後には本当に偉大な楽器になっているでしょう。もしよく保存し常に弾き、良い弾き方をし続ければ、さらにより良い楽器になっていき、長い歳月を経た時にはクレモナのバイオリンを代表するものとなっていることでしょう。2004年12月5日、4年に一度開催されるパリ国際弦楽器製作者コンクールの審査が始まりました。審査は4段階。素材や仕上げの美しさなど厳しい目を持つ審査員の手で10兆前後の優れた楽器が選び出され、最後に演奏家による音の審査によって順位が決められます。今回松下さんが出品したのは113丁が参加するバイオリン部門と47丁が参加するヴィオラ部門です。
ビオラ部門です。審査の公平を期するため、それぞれの楽器の制作者の名前は明かされません。最も重要視されるのは、伝統的な楽器職人の技術がいかにその楽器に込められているかです。このコンクールで厳しい基準を設けている理由は、若い楽器制作者たちがストラディヴァリと同様に200年後、300年後も高品質を保てる楽器を制作できるようにするためなのです。私は21世紀の若い楽器制作者たちがストラディヴァリのような才能と技術を持つことを望んでいますし、近い将来必ずそのような人材が出ると信じています。演奏家による審査は非公開で行われました。12月12日、受賞者の発表の日を迎えました。世界中から集まってきた楽器職人たち、その中に緊張した表情の松下さんの姿もありました。松下さんが出品したビオラ部門の発表です。アルト2e prix attribué à Toshiyuki Matsushita。松下さん、ビオラで2位を獲得です。このコンクールで初めての日本人受賞者となりました。最後はバイオリン部門の発表です。松下さんの名前はなかなか呼ばれません。Toshiyuki Matsushita。再び松下さんの名前で呼ばれました。特別音質賞、松下さんのバイオリンに演奏家たちの一番良い音だったという声が集まったのです。松下さんのバイオリンの音質にはとても嫉妬しています。だって松下さんは日本人でしょ。しかし彼の作品の音色や品質はとてもイタリア的でした。
松下さんはとてもイタリア人の心が分かる制作者になってきているという証拠じゃないですか。まあ最高ですね、こんなパリのね、この視聴者でホテルでビールで、これだけの人の中で表彰されるっていうことは本当に制作者になってよかったと思います。でもちろん楽器職人であるわけなんですけど、楽器作るもちろん腕が切れなきゃいけない、いい楽器を作らなきゃいけないわけですが、やはり楽器なんですよ、バイオリンなんです、ビオラなんであってチェロなんですね。だから音が良くなければ結局演奏家は好んで弾いてくれないっていうことですね。ですからもちろん技術も大事なんですけど、プラス僕たちは楽器作りだ、物を作る以上に楽器作りだっていうことです。音で評価されたっていうのは、それはもう僕にとって一番嬉しいですね。はい、このどうもありがとうございます。ホッとしましたこの賞です。年が明けて1月、本格的な冬の寒さがクレモナを覆い、霧が街に立ち込めています。松下さんは毎年1月になると母校の国立クレモナ国際弦楽器製作学校で最終学年生にバイオリンの仕上げを教えています。7年前まで松下さんの師匠であるステファノ・コーニャさんもこの学校で教えていました。クレモナの弦楽器作りの伝統はこうして学校や工房を通じて次の世代に、そして後世に受け継がれていくのです。自分の経験を伝えていくっていうことですね。それがやはり伝統につながっていくっていうことですね。僕も教わった、先生から教わった、それをまた僕は伝えていく。だからこれがやはり繰り返し、やっぱり何世紀も繰り返されることによって、そのクレモナの伝統がこれから長く続いていく、何世紀も続いていく、まあ、そういう意味でもワンクッションとして、やはりいいものを正しく正確に伝えていきたいっていうのが、ここの学校を教えている、まあ、僕の意義みたいなものですね。いつの日かストラディヴァリを超えたいとバイオリン作りに取り組んできた松下俊之さん、47歳。松下さんのバイオリンの魂の音がクレモナから世界へ響き渡ります。